水際対策の緩和や旅行支援策の実施が発表される中、国内外の旅行会社などが一堂に集まる旅の展示会が4年ぶりに東京の会場で始まりました。4年ぶりに開催されたツーリズムエキスポジャパンの会場です。こちら三重県のブースでは手裏剣を体験することができます。会場には国内外からおよそ1000の旅行会社や観光局などが出展しています。バーチャルリアリティ、仮想現実の技術を使って星空を見られるほか、足湯を体験できるなど各地の魅力をアピールしています。水際対策の緩和で新たなビジネスチャンスを期待する事業者にとっては、外国人観光客をどう増やしていくかや、日本人に海外旅行をどう売り込むかなどが課題になっています。